ナックス結成25周年となる2021年の4月5日から6月6日まで行われた演劇ユニットチームナックスの舞台作品でチームナックスの第17回公演。脚本はキアスコウヘイ、演出はジョビジョバのマギー。2018年のチームナックス第16回公演、パラムシル信じ続けたシコンの旗を掲げてから3年振りの本公演であった。 昭和中期の日本を舞台に繰り広げる。マギーは2015年のチームナックス第15回公演、悪道でも演出を担当している。6月6日の札幌、第一夜楽には、全国各地の映画館でのライブビューイングと、ライブシップと、ローチケライブストリーミングでの特典映像付きの、ストリーミング配信が行われた。また、同日、稽古場、ゲネプロでのステージ写真。 公演初日のバックステージ写真などを多数掲載したマスターピース写真集を発売した。9月25日にはワウワウで独占発放送される。昭和27年の真冬に熱海温泉で脚本家の所作は、臆骨、廃島、プロデューサー網習いの茶山、温泉宿の風呂番である猫屋の5人がマスターピースを求め映画の脚本を執筆する。ありがとうございます。